漫画家千葉哲也さんの仕事部屋、テレビカメラが入るのは初めてです。ここには全盛期アシスタント、編集者、まかないの人など常時20人が寝泊まりしていました。しかし10年ほど前にチームは解散、今は誰もいなくなりました。その誰もいなくなったはずの部屋から物音が聞こえてきます。千葉さんが漫画を描いていました。仕事を再開していたのです。千葉さんは4年ぶりの連載漫画に打ち込んでいました。テーマはトキワ荘の人たちとの友情、昭和30年代赤塚不二夫さんら仲間たちの物語です。今の若い人たちに読ませたいような話が、まあ友情のことですね。日本が貧しかった頃、あるいは戦争で負けたばっかりの頃には、こういうような人間たちが生き方をしてたんだよというようなことを少しずつ書いて残していこうかなというふうに今思ってるんですけどね、千葉さんは長く心臓に持病を抱えていました。さらに5年前、網膜剥離の手術を受けたのです。苦難を乗り越えて書き続ける千葉哲也さん、どんなメッセージを込めようとしているのでしょう。東京練馬区にある千葉さんの自宅、仕事場も兼ねています。ちょっと資料探します。資料がないと書けないところだ。これ昭和の漫画の巨匠千葉哲也さん、明日のジョーや自然界の鷹、ハリスの風など数々の名作を生み出してきました。70歳を前にして千葉さんは思い出深い体験を書いておきたいとペンを取ったのです。いや、タイトルは友書き、カタカナで友書き、友達のことなんですけど、まあちょっと古い言葉ですね。あの昔の50年近く前の友達との話も書きたかったんですね。友達とは赤塚不二夫さんら常盤荘に住んでいた人たちのことです。それでまあいつの間にかなんか友情の友達、一緒になんか戦ってきた戦友みたいなところがあるんですよね。それは50年前に起きたある事件をきっかけに常盤荘の人たちと友情が芽生えるという物語。締め切りに追われていた千葉さん、アクシデントで大怪我をし漫画を描くことができなくなってしまいました。このままでは雑誌に穴が開いてしまう。慌てた編集長は漫画家たちがたくさん住んでいたあの常盤荘に駆け込み代筆を頼みました。しかし反応は芳しくありません。そんなこと俺たちにやれっていうの？途方に暮れる編集長、その時です。赤塚さんが一言つぶやき、みんなで千葉さんの作品を手伝うことになりました。ラストシーンは、ありがとうね常盤荘のみんなと感謝を込めて常盤荘の全景で終わるのです。で最初はこんなたくさんのページ数をね、たった2日でやるなんてのは、これはもうどう考えたって無理じゃないっつって、だけどそこをなんとか力を合わせ、みんなで力を合わせてお願いっつって、そうするともうアシスタントなんかもう嫌な顔してるわけで、ちょっと赤塚を起こしてくれっつって、まあすぐ隣なんだけどね、どん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 と起こして、ここで赤塚さんがちょっと出てくるわけです。こうやって出てきて、まあ石森氏とね、ちょっと時間的にきついけどもいい勉強になるかもしれないというようなことをポツッと言うんですね。そういうエピソードがこう入ってきて、
まあ、赤塚さんの一言、これは後で聞いて分かったんですけど、困った時はお互い様だよっていう、でそれからまあ友達っていうかね、まあ同じ漫画家仲間としての、友達関係が始まるわけです、長いことね。この出来事をきっかけに知り合った千葉さんと赤塚さん、友情を深め、文字通り裸の付き合いをしていくことになるのです。トキワ荘を舞台にした友情物語、絵の入らないセリフだけのネーム原稿を千葉さんは1ヶ月かけて仕上げました。千葉さんは若者たちに週2回漫画論を教えています。Gとの遭遇、これも G ですね。ゴキブリがね、非常にその本当にゴキブリって忍者みたいだよね。ササササってこう動き回って、スッといつの間にか現れたり消えたりするっていう、それを非常にそのこういうキャラクターにして見せて、あのポイってのなんだよ、あれ渡辺、ね、ポンポンって投げてるから、悪いのは。千葉さんが実践を通して学生たちに教えるのはラストシーンの大切さです。ボールをぶつけてんの、はい、それでめくってください。苦戦してるとお母ちゃんが出てきます。あんたたちゴキブリごときでうるさいよ、パシーンと。私はちょっと最後ちょっとこういうふうにもう一コマ1ページ増やしてドーンとやりました、はい、もうピクピクっと潰れてる肉がいます、スリッパで潰された。それで子供がヘッと見上げるとお母さんがドーンと立ってます、スリッパ持って、母は強しという、その下から見上げてるね、お母さん、お母さんがドーンと見下ろして、お前らうるさいよ、ゴキブリごとで騒ぐんじゃないよっていう、お母さんは強かったという、最後子供たちの目で、見上げるというね、そういうラストにという手もあったかなということです。ラストによってせっかく書いたものがね、ストンと心に胸に落ちて、ああいい話だったなと思うか、あれ何なんだろうなで疑問心が残るような終わり方になってしまったり、私はこういうことを言いたかったんだよということをそこで語るわけですから、それが読者に伝わらないと今まで続けて書いてきたコマが全部無駄になってしまうことだからね。だからラストシーンというのはすごく私は大事にしてます。千葉さんの考えたトキワ荘の物語のラストシーン、ありがとうね、トキワ荘のみんな。その背景にはありし日のトキワ荘の姿が描かれます。しかし思ってもいないことが起こりました。8月2日長く闘病を続けていた赤塚不二夫さんが亡くなったのです。告別式は太陽が照りつける真夏日でした。千葉さんは先頭に立ち赤塚さんの棺を担ぎます。昭和の漫画ブームを共に作り上げた仲間との突然の別れ、千葉さんは言葉をなくしていました。赤塚さんの葬儀から1週間過ぎても千葉さんは原稿用紙に向かっていません。
原稿を書き終えたら入院している赤塚さんに持っていくつもりでいました。なんていうのかな、芯が抜けてしまったっていうか気が抜けてしまったというか、ちょっとねもう筆があんまり進まなくなっちゃったんでね、ちょっと参ったなと思ってるんですが、赤塚さんにも見てもらいたいなという気持ちもあって書いてたんで ねもうちょっと頑張ってほしかったなと思うんだけどね。まあ覚悟はしてたんだけど、うん、もう何年も覚悟はしてたんですけどね。はい、どうぞ、空いてるよ。原稿の進み具合が心配になって編集者がやってきました。締め切りは9月10日、あと3週間です。先生大丈夫ですか？体力は？ちょっと参ったね。先生、進捗状況などは、ちょっとそういう、それはもう事故がね、あったんでちょっとね、ストップしちゃってるんですよ。まあまあだけど、なんとかね、あの、死体は入るのどんなもんですね。やっぱ8月いっぱい。8月いっぱいではちょっとどうかな。ちょっとね、今自分で自分のペースが読めないんで、申し訳ないんだけど。いいですよ。できるだけね、うまくいけば8月中に入るかもしれないし。赤塚さんの死とともに塞ぎ込んでいた千葉さん、編集者と話し合った後、仕事場に向かいました。この物語を書き続けることが赤塚さんへの弔いになるのでは、そう思い直したのです。書き上げたネーム原稿をばらし始めました。気になる部分が浮かび上がってきました。原稿用紙を取り出します。どうやら何か新しいことを書き加えようとしています。千葉さんは物語の最後の局面を大きく変えようとしています。始めたのは祭壇のようです。これまでなかった赤塚さんの葬儀を書こうとしています。祭壇に飾られた赤塚さんの遺影、千葉さんは新たに葬儀のシーンを2ページ作りました。
ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、やっぱりあの炎天下でね、お葬式に出て赤塚さんを送った時の場面をね、やっぱりこれは書いた方がいいな、ちょっとつらかったですけども、書いた方がそのこの年寄りの寂しい気持ちは読者に、若い読者でも伝わってくるかなということで、まあ少し話を変えたんですけどね、一気に書き終えて疲れたのか、屋根裏部屋のさらに奥にある仮眠室に向かいます。しかし眠ろうとしても赤塚さんを書き上げた興奮から気持ちが高ぶっていました。翌日、千葉さんは物語のエンディングに向かおうとしていました。しかし書けません。赤塚さんの葬儀を入れたことで終わり方が違ってくるのです。これまで書いてきた原稿を何度も何度も見直します。でも一向にアイデアは浮かんできません。どう終わっていいのか悩み続けます。集中したいのでしばらく撮影を控えてほしいと千葉さんから申し入れがありました。夏の終わりの長雨が続きます。取材を再開したのは5日後でした。お邪魔してよろしいですか。はい、ちょっとお茶お茶ですけど。はい、お邪魔します。どんなエンディングになったのか、実際に絵コンテを描いて私たちに見せてくれました。おしまいの方だけちょっとね、3枚ぐらいちょっと変わってるんですよ。1、2、このお葬式がこういうふうにあって、でお葬式に僕が出て、またお別れかってちょっと言って、ポツッと言ってというところですけどね。でさよなら、いろいろありがとうね、石の森、赤塚、まあ近いうちに俺も行くからさっていう、ラストにしたんですけどね。ラストシーンがガラッと変わったのです。トキワ荘の前景ではなく、とぼとぼと去っていく千葉さんの後ろ姿になっていました。近づく秋、原稿の締め切りは間もなくです。新しい人が増えています。アシスタントの加藤玲次郎さんです。ペン入れを手伝います。はい先生、ここは星座？そうですけどね、これはね、ちょっと編集さんに叱られてるシーンなんで、そうですけど、今度こう正座してるんでしょうか。
流れ持ってきましょうか。ちょっとあれですね、あの机の上に、あ、机にちょっと隠れちゃうんで書きにくくない？そうですね、ここは正座、正座してた方がいいかな。あぐらにします。あぐらにしますか。はい、はい、うん、あぐらの方がね、はい、もう自然だからはい、はい、お願いします。ここもちょっとどうしましょうか。これもあぐらですかね。あ、これもね、あぐら、うん、これここに見えてるのがこれ足ですね。足ですね、うん、はい、これが、ね、正座だかちょっとあぐらだか分かんなかった。ああ、最初正座に返したの、はい、人の顔はアシスタントには任せません。必ず自分で描くのです。顔は漫画の命。一つ一つの表情に千葉さんは渾身の力を込めます。そしてとりわけ難しいのはペンを使って描くことです。ペンの持つ微妙な味わい、一本の線で顔は生きたり死んだりするのです。夜10時が過ぎ、千葉さんの目に大きく負担がかかります。描いたものがどうも気に入りません。線が細すぎました。あ、失敗。思うように描けないもどかしさ。69歳の千葉さんにとって一番苦しい時です。まあ、朝のうち元気なうちはね、いいんですけど、なぞれないんですよね。この線をスッと引いた時にそのもう一本で決められる線が描けたらいいんだけど、大体決められない。あの、まあ、あ、違う、もうちょっと太くとかって思った時になぞるわけです。そう、ぎゅーっと太く、その時に失敗しちゃうんですね。ちょっと目が疲れてくるとね、ゴリッとこうずれちゃったりするんで。大学の教え子たちが夏休みに見学を兼ねて助っ人にやってきました。少しでも人手が欲しいと千葉さんが呼んだのです。お邪魔します。はい、いらっしゃい。はい、失礼します。はい、漫画の制作現場の見学と手伝い。見学じゃないよ、いやいや、手伝ってもらうためにです、はい、手伝ってくれよ。ちょっとね、ピンチなんで。あ、そうですか、うん、大丈夫ですか。選ばれた君たちが手伝ってくれることで私のピンチをなんとか乗り切りたいと思ってるんで、はい、ね、まだ着いたばっかりだからお腹空いてるだろう。あ、食事は先ほど食べてきたの。はい、バカだな、うち用意してあるのに。あ、軽くです。じゃあ、後ほど。後ほど、後ほどね、はい、じゃあそうしましょうか。すでに5日以上を締め切りを過ぎました。さすがの千葉さんも原稿の上がりが心配になっています。学生たちは卓球台の上で作業に取り掛かります。一生懸命にベタ塗りを続けます。お疲れ様。お疲れ様です。お、やってんの？千葉さんは心配になって学生たちの作業を見に来ました。ベタを流していただいて、流すけどこれはね、どれも悪くないというか、むしろいいので、うん、頑張ってやってみます。はい、
ベタです、はい、千葉さん、細かく指示を与えます。これ、バツのところはミスなんでもホワイトでも何でもいいから消して。はい、わかりました。編集の石井さんが呼ばれました。原稿は最後まで書き上がっているのに、また書き直しをするのではないか、石井さんは恐れていました。ああ、町藤さん。先生、悩んでらっしゃるところってどこですか？悩んでるわけじゃないよ。いや、不安なのよ。いやいや、悩んでる。前回でもう完璧だと思ったから。ほら、最終回が、これあの手塚治虫さんが亡くなってからもう20年経つよって。そうですよね。新聞さんが亡くなって、はいはいはい、10年。ということで、いろいろな人が亡くなったねと、はい、いうことで、はい、この赤瀬さんのお葬式がボボーンと出てくるわけですね。はい、ここが今、はいはい、出てきますね、はい、それでここまでは存じ上げてますか？ずっと、それでもうちょっとみんなと話したかったなっていうところがあって、はい、それでこのラストシーンという問題をね、はいはいはい、このラストシーンを、はい、今までのままだと、はい、あのさようならということで、ありがとうね赤塚石の森ということで、はい、このセリフが入るわけね、はいはい、ただこれをね、はい、もう赤塚さんの葬式があったり、はい、手塚治虫さんが、から藤子さんが、うん、赤塚さんが亡くなったということで、うん、もう十分その死に結びついてる話をしてるんだから、うん、そこにあえてね、これは入れない方がいいかなということです。後ろ姿でね、寂しそうな喪服を着てね、向こうへ、うん、暗い闇の方へ、もっとセリフを減らしたいと千葉さんは編集者に提案しました。はい、あえて俺文字で書かない方がいいと思う。書いて、うん、迷いに迷ってラストシーンを4回書き直した千葉さん、ここに一言だけ友への感謝の言葉を添えて幕を閉じようとしています。切ったような音だ。第1稿のシナリオから数えて6ヶ月、ようやく全てが決まりました。残すは後編のペン入れだけです。完璧と思いきや、千葉さんまた直し出しました。これは逆だぞ。45ページだから、左ページだから、こっちへこう少しずらしてね。そうするとこっち側立ち切りになって、作品が出来上がる最後の最後まで妥協はしない。書き続けることでいくつになっても自分の可能性は広がっていく。千葉哲也さんはそう信じて書き続けています。